酒の歴史、酒が文化や社会に与えた影響。オープニング、こんにちは皆さん。今日のテーマは酒の歴史について。古代文明から現代まで、酒はどのように文化や社会に影響を与えてきたのでしょうか。皆さんと一緒に探究していきたいと思います。背景、酒は人類史において非常に古くから存在しています。最初の酒は約9000年前、中国で作られたとされており、その後世界中の多様な文化で酒造りが発展してきました。古代エジプトではビールが作られ、ギリシャやローマではワインが非常に重要な役割を果たしています。中世ヨーロッパでは修道院がビール製造の中心であり、綿酒は水が飲めない時代には安全な飲料としても重宝されました。酒税は国家収入の大きな部分を占め、戦争や探検の資金源としても利用されてきました。今日では酒は社会的な集まりや儀式、さまざまな文化的表現の中で重要な役割を果たしていますが、同時にアルコール依存症や健康問題、社会問題を引き起こす原因ともなっています。解説、酒が人類の社会や文化に与えた影響は計り知れません。例えばワインは古代ギリシャの哲学や芸術の発展に影響を与え、キリスト教の儀式にも不可欠な要素となっています。ビールは産業革命において労働者階級の社会的結束の象徴となりました。さらに酒は探検や新たな土地の発見にもつながっています。例えば酒類を求めた欧州諸国の探検は新世界との交流を促しました。酒造りはまた農業発展の一翼を担ってきました。ぶどう栽培は多くの国で重要な産業となり、関連産業の発展にも寄与しています。アメリカのウイスキー反乱は酒税に対する民衆の抵抗が国の財政政策を変えるきっかけの出来事でした。また酒は文学や映画、音楽など多くの芸術形式に影響を与え、様々な作品でテーマや象徴として用いられています。酒は人々を結びつけるが、依存症や暴力といった暗い面も持ち合わせています。豆知識として、世界最古のレシピの一つにビールの製法が含まれているとされ、約4000年前のメソポタミアの粘土板に記されています。こうした歴史を通じて、酒はただの飲料以上のもの、文化や歴史の一部として存在しているのです。酒と文化、社会エピソード。酒が人類の社会や文化に与えた影響は計り知れませんが、その中でも特に興味深いエピソードをいくつか紹介しましょう。古代ギリシャ哲学とワインの関係。古代ギリシャではワインは単なる飲み物ではなく、哲学や芸術の発展にも大きく寄与していました。例えばプラトンは自らの学園であるアカデミアでシンポジウム飲み会を開き、ワインを飲みながら哲学的な議論を行っていました。このようなシンポジウムは知識の交換や思想の発展において重要な役割を果たしていました。産業革命とビール。産業革命期のイギリスではビールが労働者階級の間で非常に重要な飲み物でした。厳しい労働条件と低賃金の中で、ビールは労働者たちにとっての慰めであり、また社会的な結束を象徴する存在でもありました。当時のビールは栄養価が高く、食事の代わりとなることも少なくありませんでした。アメリカのウイスキー反乱。1794年、アメリカ合衆国ペンシルベニア州で起こったウイスキー反乱は酒税に対する農民の反乱でした。この事件はアメリカの新しい連邦政府が内政において直面した最初の大きな試練の一つとなり、後のアメリカの財政政策や連邦政府の権威確立に大きな影響を与えました。ワインと映画の関係。映画シドウェイズの公開後、アメリカや世界中でピノ・ノワールの人気が急上昇しました。この映画はワインをめぐる旅を通じて人生と友情を描いた作品で、観客にワインの魅力を再認識させるとともに、ピノ・ノワールという品種を一躍有名にしました。これらのエピソードからもわかるように、酒はただの飲み物を超えて文化や社会に深い影響を与えてきました。それぞれの時代や地域で酒は様々な形で人々の生活や思想、歴史に関わってきたのです。僕からの質問。さて、ここで皆さんに質問です。あなたの国や地域において、酒はどのような文化的役割を果たしていますか？また、酒にまつわる特別な思い出やエピソードがあれば、ぜひ共有してください。皆さんの個人的な経験や考えをコメント欄で教えてくださいね。エンディング。今回は、
酒の歴史と酒が文化や社会に与えた影響について考えてみました。酒はただ飲むだけではなく、私たちの生活や文化に深く根ざした存在です。皆さんもこのテーマについてどう思うか、コメントで教えてください。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。動画が役に立ったり面白かったと思われた方は、ぜひチャンネル登録やいいねを押してください。そしてあなたの地域で特別な酒文化があるなら、ぜひ教えてほしいです。文化や歴史を通じて酒がどのように人々をつなぎ影響を与えてきたかをさらに深く掘り下げていきたいと思います。次回の動画もお楽しみに。それではまた次回まで。素晴らしい一日を。乾杯。